なあ、しげる、何さ、この映画くっそつまんねえんだけど。そうだね、お前が持ってきたやつだろ。だってパニック映画なのに俳優の演技がクソだもん。だから買うときは先に映画の評価を調べておけっていつも言ってるんだ。サメ映画以外だったら大丈夫だと思ったんだよ。なあシエル、なんか面白い話はないか。急に何さ、このままこんなクソ映画見た、このままこんなクソ映画だけ見てたら気が狂うから。ああ、じゃあこの前僕が体験したことを話すよ。まさきは木更木駅って知ってる？まあ名前ぐらいなら聞いたことあるぞ。この前僕その木更木駅に行ったのよ。ええ、暇つぶしに電車に無賃乗車したんだよ。さらっと法律破りのやめてくんね。それで乗ってる間ぼんやりと外の景色を眺めてたんだよ。ふと気がつくと、この電車こんなところ通ってたっけ。いつの間にか外は見慣れない森。ピンポンパンポーン、次は木更木駅、木更木駅って車内アナウンスが流れてきたんだよ。待て、なんでアナウンスが流れてんだよ。電車なんだから流れるに決まってんでしょ。それはそうなんだけど、木更木駅って分かってて誰が降りるんだよ。降りたよ、降りるなよ。いやー、乗る電車間違えたから折り返しの電車に乗らなきゃいけないし。ああ、そうか。いや待て、乗ってた電車は終電なんだから折り返しはないだろう。そのことに気づくまで1時間かかった。見事に1日の 4% 無駄にしたな。折り返しがないことに気づいた僕は線路を歩いて元いた駅に戻ろうとしたんだ。逆立ちでたまにあるでしょ、逆立ちで線路沿いを歩きたくなることねえよ。その途中で寂れた駅の表札が見えたんだ。まさか木更木駅の表札が目障りだったからぶっ壊した。なんで表札ぶっ壊したんだよ。目障りだったから。お前、本当お前って。まあそれはともかく、その後にさ、後ろから声を掛け合えたんだよ。不気味な雰囲気をまとったおじいさんだったよ。なんでこんな時間にこんなところに人間がいるんだ。ブーメラン刺さってるぞ。僕は少し怖くなったから間髪入れずにぶっ殺した。何してんねん。いやだって先にやらなきゃやれるのは自分だよ。相手は幽霊か何かなんだし。それから逆立ちのまま線路を歩いていってなんとか家にたどり着いたんだよ。あー、よかったな。まさかそれで終わりか。いやー、この話には続きがあるんだよ。その翌日にあの駅が何だったのか気になった僕はもう一度駅があった場所にやってきたんだよ。でも駅があった場所は人がたくさん集まっていて、気になった僕は集まってた人に聞いてみたんだ。聞いた人の話によると、どうもその駅で先日おじさんが殺されてたみたいなんだよ。え、じいさん幽霊じゃなくて生きた人間だったの？信じるか信じないかはあなた次第です。お前それ言っとけばいいと思ってんだろ。